ご苦労様です。今日はお待たせいたしました。すいませんどうも。申し訳ございません。お疲れ様。マットです。あのマット下に引くやつでございます。これが今回の一番の私のメインですよね。これはこれはあのカメラつけてくれる。これの箱、そうです、空箱なんですけれども、ここがほら、この広さよ、この広さ、この広さ、もうこれがしたくて、多分私前の椅子もここで一回止まるんじゃないかと、こっちに帰るなるちゃん止まる、今度ここ一緒に駐車場で、うちの駐車場駐車場ね。マットがついてんのよ。ちょっとすみません、これ、はい、いいですか？座って、はい、おお。これはどう、大きいね。ずいぶん大きいですよ。入るのこれは？入ります、はい、椅子を前に出せば。ああ、引きましょうか。これはどう引くんだろう。ああ、ちゃんとここが引っかからないようになってる。これ前です。ここ引いてもタイヤのところに。うふふ。お、靴を脱いだ方がよろしいと思います。ちょっとおやすみなさい。来る？一緒に寝る？来る？3人で寝る？3人行けますかね。こういう感じに、これが良かったの。これがもう、この車を選んだ私の一番の理由なのよね。こっちでもいいし、こっちでもいいし。どっちがいいですか？何枕とかでもいいね。何でもいいね。あ、そっちの方が安いんじゃないですか？そうですか。どうぞ。そこに行ける。もう楽しい。ただこっちのが少し下がってるから、こっちが頭がいいかもね。うん、いや、十分乗れると思うな、はい、ほら。ね。工藤さんに連絡しなきゃ、届いたよって、うん、工藤勇気さんがだいたいこうやって乗ってるんですよ。後ろに愛犬のね、はいはい、あのハニーちゃんと一緒に乗って お泊まりするんですって。嬉しいわ、はい、で、閉めてみましょう。これを押せばいいの？それもそうですけど、ラジコンでも閉まります。これ手でこうやれば、はい、起きたから。これのためにね、そうです、工事していただいた。こんな感じですよ、嬉しいな。そして、あ、運転席右だ。ちょっと、どうね、ここのちょうど上の、これはど、ど、あ、横押す、両サイドからどっちからでも開けます。あー、そうなので、中にコンセントとかもあります。コンセント、USB と、はい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 、じゃあ、いろいろちょっと、ゆまさん押せたらね、はい、全て、うん、コンセントって、あの普通の家庭用の1500ワットまで、うん、あら、はい、あら、そう、こいつドライヤー、ヘアドライヤー使われるじゃん。あと、この足元にもありまして、あら、ここでちょっと重油仕様だわ。お湯沸かすならできるんですね。ティファールも使います。1500ワットなんで、ある程度の家電はほとんど使えると思います。あら、まあ、ちょっとねえ、それはでも、電気をエンジンをかけてないと、はい、エンジン切っちゃうと全部スイッチが USB とか電源が抜けちゃうので、今これが通常状態になるので。ウィンカーがこれ、はい、右なんだよね、ウィンカー。しばらく やっちゃいそうだね、私。はい、あ、慣れだね、これ。来て。楽ちん、このハンドル。こんな軽いなんて考えられない。で、パーキングがこれでいいんですね、
はい。そうすると自動でサイドブレーキがかかるようになる。自動でかかる。電子パーキングなので、うん、足で踏んだりとか手動のパーキングサイドブレーキしなくて、この P に入れるだけでいい。はい。これでもう大丈夫ですか。はい、固定されてます。はい。こういうのが不安なのよね。ここがトックになってますので、はいはい、ここつまんで、つまんで私でもつまめるような強さの。多分大丈夫だと。よいしょ。こうね。はい。はい、これ外す。ここに入れるところがあるので、あ、はい、ここにスポット。なるほど。はい。こう。はい。はい。であとはもうこれを下げ、ごめんなさい、失礼しました。これをこうするわよ。はい。全然簡単。で、これでこう、はい、戻すのは乗る人がにやってって言えばいい。そうですね、はい。力仕事は乗る人に。私やらない、うん、あなたが力仕事ですから ね、 ね、はい、で、こっち戻すのはこれを思いっきり引く、はい、見て、こうする、はい、で、これはこのままでいいのね。はい、大丈夫です。そして、さっきの止めたのをこれつままって、はい、ちょっとつまんでいただいて、でもやってって言えばいいね。はい、取ってと私できない、やってって、こう、はい、やった、はい、しながらやる、はい、なるほど、これで、はい、やった、はい、十分に2人、それでこれに食料とか備蓄して、なんかいざっていう時にはこれにさえ乗ってれば大丈夫っていう風にしておくのにすごくいいっていうのを聞いて、なるほどなと思ったの。たら何人かでここでしばらく生き延びられるじゃないですか。みんなで生き延びよう。踏んでるよ。踏んで、かかりました。これでかかったね。あ、これ違う。これでいいんだ。これでいける。ああ、慣れないから。何ピンプンってなんだ。わかんないな。難しいな。ハンドルが軽い。楽。めちゃくちゃ。すごい、こんなに違うもんなんだ。でもまあ気をつけます。ただ車幅とかね、まだ慣れるまで、はい、サイドミラーをよく見ながら、隣バスだから追い越すのは怖いね。あ、そうですね、幅があんまりないような気がする、はいはい、ちょっと陽子さんがいつも乗ってる車より車高が高いですね。少し高いですね。でも大きさはね、そんなにやっぱ変わんないですね。少し高さもあるし、幅はフラリで慣れてるからそんなに気にならないです。ただ前の面がよくわかんない。そうですね、こんな感じなのね。そうね、ちょっと高いよね、確かに、うん、前がすごく見やすい、広い、窓が大きいから見やすい、すべてが。ここも見やすいですね、非常にね。タコメーターもシンプル、意外と意外、うん、多分機能全部使えないね。あのベンツもほとんど使わずに終わっちゃったけど、私大体どんな車でも運転できるんですよ、はい、あのザ・ハングマンっていうドラマやってる時にね、はい、いろんな人間に変装して丸巧みしてるところへ潜入するっていう役がだったのね。で、ある時は救急隊員に変装したんですよ。で、救急車も運転しましたからね、私。救急車に乗ったシーンは結構皆さん演じてると思うけど、運転することっていうのはまず女優さんないんじゃないかと思う。そう、私ぐらいかもしれない。救急車運転しましたよ。YouTube で陽子さんがハングマンで車乗って逃げるシーンとか、うん、逃げるシーンなんかありました、ね、ありますね、ありました、ありました。結構ね、トラックとね接近してね、ああいう
あの時スタントマン使わなかったんですよね、あの頃、結構すごいことやってましたよ。なんかバーッと走ってきて、鉄皮のある門にパッと止まって、パッとこちらを見るっていうところで、鉄皮の間から向こうにカメラが狙ってるんですよ。その間に顔をシュッとこう入れないといけない、でアップでシュッて寄るって、はい、やってましたからね。止まるところのその位置を勘でね、パッとこう止まって、はい、パッと向こうから狙ってるんです。そういうこと、運動神経はねやっぱりね、その頃若いし良かったんですね。私ね、左ハンドルだったでしょ、左にゆとり持って止める習慣がついてて、はい、うん、まあしばらくいいよ、はい、お疲れ様です。到着、初運転、まあ待ってとこかな。